皆さんこんにちは、スラサキジです。こんにちはというか今はおはようございますということで、今日は Vlog 的な感じで、撮ろうと思うんですけど、何を撮るかと言いますと、以前からスラサキッズさんって一日どんなものを食べてるんですかっていうコメントをいただいてるんですけど、今日はね、その要望で一日の食事ルーティンと、一日のルーティン的な感じで、撮ろうと思ってます。それで年末まであと1ヶ月ちょっとになるんですけど、僕自身試合は決まってないんですけど、年末いつでも声かかっても出れるように、準備だけはしてるんで、しっかり練習しながら、食事もしっかりしてるというのが今の現状で、ただ試合が決まってなくても普段変わらない食事をやっぱ僕とってるんですよね。でそれでソラスターさんって、42歳やのになんでそんな若いんですか、なんでそんなに衰えないんですかっていうことを結構普段聞かれるんですけど、僕自身はやっぱ自分自身やっぱ目標に向かってやってるっていうのもあるんですけど、何よりこれはやっぱ日々の食事なんですよね。食事が一番大きいかなって思います。で今世間でダイエットとか、筋トレとか流行ってると思うんですけど、筋トレも絶対大事なんですけど、絶対食事なんですよね。食事でやっぱ性格とかもやっぱいろいろ変わってきたりするんで、今日はね、一日通して、自分の食に対しての考え方とかそんなんも話しながら、皆さんと一緒に楽しめていけたらいいかなと。じゃあそれでは今日の一日いってみましょう。パン焼けました。あ、焼けた。うん、あさみがね、いつもね、朝ご飯作ってくれて、いつも大阪では食べてるんですけど、パン焼くだけやけど。ありがとうございます。そうやね、これやねんな。ちょっとじゃあ僕の毎朝の食事をちょっと紹介します。こんな感じですね。あさみさん、ちょっと紹介してもらっていいですか。です、これは、これは全粒粉の食パンです。全粒粉、これがクリームチーズでね。クリームチーズで、これも無添加、はい、無添加のクリームチーズで、ブラックコーヒーとバナナを食べるっていう感じですね。はい、はい、そんな感じです。それでね、この全粒粉のパンはね、本当に小麦と違ってめちゃめちゃ軽いんですよね。食べた感じが全然重たくなくて、本当に体にいいんですよね。僕基本的に小麦は一応食べるのは食べるんですけど、基本的にあんま食べないようにしてるんですよね。だから月に、1、2回小麦を取るっていう感じのイメージなんですけど、その小麦のパンの代用品で全粒粉の食パンですね。うん、このね、クリームバターがめちゃめちゃうまいね。クリームチーズです。あ、クリームチーズやな。クリームチーズがめちゃうまいね。じゃあちょっとね、いただきます。全粒粉っていうのは超きれいにする作用もあるんですよ。あ、そうなんや。はい、そんなんも全然知らんから。腸のお掃除。うん、ちょっと僕はバナナから食べたいんですけど、今日はもうファンからいきます。こんな感じでね、いただきます。美味しい。このなんかサクサク感がめっちゃうまい。わかる。これ小麦には出されへんサクサク感。わかるわかる。私はもう朝起きてこれを食べるのは楽しみで起きるからね、いつも。いや、これデザートやな。もう聞いてみたら、これうまいわ。それ塗ったらもう他の塗れないよね。めちゃくちゃバター大好きなんですけど、このクリームチーズ食べるようにしてからもうこれじゃないと無理。キイチ君帰ってきたらそれすごい秒でなくなるの、そのチーズ。ただね、やっぱこう体にいいものを食べようとするとやっぱお金が多少やっぱかかるやん。そうやね。油とかもそうやもんね。だから夜ご飯とかいつも作ってくれてるけど、基本油とかも米油にしてるもんな。それはサラダ油の方が安いけど、やっぱりちょっとでも体にいいもの、昔親父がなんかもう飯は早く食えっていう人やったから、飯なんかパッと食べてパッと仕事するっていう、昼間とかもそうや。昼間仕事行ってご飯食べてすぐ仕事するっていう、だから自分でな、会社やって従業員さん引っ張ってたの思うし、それを見てるから、やっぱ俺食べるの早いかな。あと早い。子供の時、食事の時は絶対に正座で食べさせられて、ほんでお茶とか水とかもらわれなかった。それが分からない。飲み物飲みたかったら味噌汁飲めって言われて、ほんで子供の時絶対だから味噌汁で、それでサンマとかも頭から尻尾まで骨全部やで、そのまま全部食べさせられて。刺さったことないよ。何回も刺さったよ。でもそれをやらされてる時、
まるまる一本で食べないと逆にサンマ美味しくないってなってて、だからもうそういう風な感じで、まあでもその丈夫な体の土台っていうのはそういうところにあるんかもね。うん、あさみさん今日もごちそうさまでした。いってらっしゃい。ありがとうございます。さあ、うちのコンタンです。コンタンも日向ぼっこしてます。じゃあ今から行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあ帰るの6時ぐらいになるから、はい、まだご飯用意しておいてください。了解です。じゃあ行ってきます。はい、じゃあお気をつけて。はい、はい、行ってらっしゃい。いつも食べてる餅を買いに来ました。まあ、練習終わりにその餅を食べようと思います。もう絶対この餅しかダメっていうのがあるんで、まあ、それも紹介したいなと思います。この餅ですね、今日は2つしか売ってなかったんで本来は4つぐらい買う予定なんですけど、まあ、2つにしておきます。ここは東大阪の布施駅というところになります。こんな感じの街で、東大阪では栄えている方の街ですね。パラエストラ東大阪さんになります。このビルの10階にジムがあります。おはようございます。パラエストラ東大阪さんはこんな感じのジムになります。大阪では月水金といつもここでプロの練習会をお昼10時からやってます。ちなみに僕はいつも練習は1時間前になるべく来るようにして、まあ、準備だけしっかりやろうと思ってます。大概一番乗りで来てます。コブラ会の後輩の青木くんとスパーリングです。次戦グラちゃんのウルター級の決勝トーナメントで桜井龍太選手と試合を控えている選手で、まあ、これから伸び盛りの選手なんです。最近ね、あのステップがすごい良くて、やっぱ重心の位置が僕自身いい感覚なんで、その辺も大切にしていきたいなと思ってますね。はい、はい、ナイス、ナイス、マジマジ、一発じゃない、青木さん、一発じゃない。この時いいタイミングでタックル取れましたね。相手の打撃を誘ってからのタックルですね、まあ、そういうところがすごい大切になってきますね。続きまして、次はライジンヘビー級ファイター荒藤怪獣キラー選手ですね。怪獣選手はこんな体型なんですけど結構軽やかに動くんですよね。で、足もね、思ってる以上に上がってきてね、打撃もね、あのフットワークもいいんですよ。なんせ頑丈で効かないんですよね。打っても打っても前に出てくるんで、めちゃめちゃこっちはやりづらいです。で、この時こうやって組んで、柔道出身なんで怪獣さんはこんな感じでね、簡単に倒されちゃいましたね。ただ僕もね、ただではね、引き下がらないです。もう渾身の会心のスイープですよ。見てくださいよ。もうここでね、飛び膝狙ってたんですけど、さすがに当てたらまずいっすねっていう感じです。ここで最強の素人の志村さんです。プロではないんですけど、柔術も茶帯でかなりの実力者なんですけど、とにかくね、怪力なんですよね。もう力、僕も強い方なんですけど、僕よりね、多分身体能力的には力強いと思いますね。だから僕も結構な力で攻めてますね。うまい、うまいな。いやー、最強の素人。練習後はめちゃめちゃ暑いんで、いつもこうやってヒートテック、まあ、もう半袖で帰るようにします。じゃあ今からお昼ご飯食べたいと思います。まあ、お昼ご飯はいつも車の中で食べてますね。運転しながら食べることが多いんですけど、一応お昼ご飯は朝目に作ってもらったおにぎりと、いつも今日朝買ったお餅ですね。このお餅2つと
このおにぎりを食べるっていう感じですね。おにぎりはこんな感じのおにぎりになりますね。ちなみに移動はミッションで移動してます。ミッションかなり楽しいです。じゃあ今からいただきます。じゃあ、うん、うまい。じゃあちょっと移動しながらいきたいと思います。まあ、減量中もそうなんですけど、普段から食事こんな感じでね、めちゃめちゃ普通のご飯を食べないんで、普通に一食食べると次の練習が行けなくなるんで、まあ、結構少量にしてるんですけど、おにぎり食べ終わったんで次はこの餅ですね。こんな感じです。食べます。めちゃくちゃうまいです。久々。久しぶり。お久しぶりです。いつも結構トレーニング一緒にやってたけど、最近ちょっと間合いとったな。最近やってないよな。じゃあ俺格闘技の練習ばっかりやったから、うん、筋トレ全然できてなかった。もしもちゃんは音楽プロデューサーで、はい、僕の入場曲とか作ってくれてます。そうです。しもちゃんいつもありがとうございます。はい、愛すべき者たちのために。今日はね、しもさんと一緒に久しぶりに追い込みたいと思います。わかりました。お手柔らかにお願いします。頑張ります。本日トレーニングする場所は大阪の堀江にある JPEG さんというジムになります。今日はしっかり追い込んでいきたいと思います。ジムの1階はこんな感じで器具が置いてます。ここにタイヤが置いてあり、アスリート的にも幅広いトレーニングができます。2階はこんな感じでランニングマシンもあって、こんな感じでメンテナンスと、ここでコーヒーとかゆっくりできたりするスペースがあります。なんかおしゃれよね。かなりですよな。ここでいろんなトレーニングできます。夏とかめっちゃ良さそうや、うん、いいよな。ああ、ここは大阪の堀江、こんな感じです。ちなみにうちの嫁の浅見が住んでたマンションはすぐそこで、結構懐かしいです。しもちゃん、今日は送りますか。やりますか。じゃあまずはスクワットからですね。はい、スクワットからやりましょう。よし、終了です。ありがとう。よし、お疲れ様。トレーニングを終えて代表の金光さんとも世間話で盛り上がり、すごく楽しかったです。そして記念に写真も撮っていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。またじゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。どうも。よし、しもちゃん、お疲れ様。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうございます。また連絡するわ。ではでは。お疲れ様。バイバイ。今時間で言ったら夕方の4時になるんですけど、夜ご飯が6時ぐらいなんで、それまで時間にちょっとあるんで、血糖値下がってると思うんでね、トレーニング直後は。この餅を2つほど食べたいと思います。うん、やっぱ餅食べるとめちゃめちゃ体が楽になりますね。血糖値やっぱいい感じに緩やかに上がるんで。ただいま。はい、帰りましたよ。お腹減りました。パパ、パパですよ。ご飯がついにできました。今日の夜ご飯になります。あさみ姉さん、今日の夜ご飯のメニューは？今日はサバの塩焼き、きんぴらごぼう、きんぴらごぼう、あとほうれん草とソーセージの炒め物と、うん、卵サラダかな、うん、でこれ自家製、あさみがつけたキムチ。自家製キムチと、あとはこれはトマトのデトックススープというものです、うん。
このウインナーも言ったらまあ無添加やな。無添加ソーセージです。よっしゃ、ジナちゃん食べますか、はい、いただきます。はい、いただきます。よっしゃ、今日はもうトレーニングしまくったから好きなんだけど、はい、取ってどうぞ。じゃあいただきます。じゃあサバから、うん、うん、ちょっと頭切れるけど、うん、もうちょっとこっちにしたら、うん、この辺の方が全部映るで、うん、お料理とうまい、うん、ちゃんとカメラワークまでセコンドしてくれてありがとうサラダも食べないとね、うん、うまい、ただただうまい、作りがいあるわ、うん、落ちたソーセージ食べた、うん、強い子なるわ。2杯目いただきます。ちょっと気合入れたんや。ちょっと気合入れていい？何の？服脱いでいい脱いでこれで食べますめっちゃおかしいね、そんなパパ変やな、うん、ほうれん草も美味しいわ。じゃあジナちゃんもこう映ってちゃんと食べてる姿見してな。これ YouTube 出るからな。チャンネル登録してね。はい、 YouTube のジナですって言われる。 YouTube 出るで、いける？みんなに見られんで、あ、ジナちゃんやって言われんで、いいの。いつもね、ご飯はだいたい1杯しか食べへんね、普段は。でも今日は2杯食べて3杯目いきます。今日はもう特別3杯目、ちょっと少なめにしました。まあこんな感じでね、今は6時半ぐらいなんですけど、食べ終えて、それで僕は次の日の9時半ぐらいまでご飯基本的には食べないんですよね。食べたとしても餅2つぐらいで過ごすって感じです。内臓をちょっと休める感じで、やっぱこれ16時間以上やっぱ開けるとすごい体の調子が良くなってくるんで、オートファジー、これをオートファジーって言うみたいです。これもともと浅見がやりだしてんな。そう、いや、それでめちゃくちゃ肌とか良くなって、それで肌っていうか体重が一気に落ちた、まあ、体重も落ちたな。それで俺もやってみようと思ってやりだしたんがきっかけやな、うん、慣れるまで結構大変やけど、お腹すくから慣れてしまったらめっちゃ余裕、早い時間に食べたらもうその晩ご飯のカロリーはなかったようなもんになるから。須藤さんママが洗い物をやってくれてます。とても助かります。割と夕食の後は割と担当してくれることが多くて、いつもすごい助かってます。ジナちゃんは何を食べてるんですか？パピコですか？うん、チャンネル登録してね。今日の最後の練習は所属する小倉会へやってきました。今から打撃練習したいと思います。本日3回目の練習ということもあって、まあ、かなり疲れていました。疲れてくるとね、末端に神経が通らないんで俊敏な動きができなくなってくるんですよね。でもこの日は最後気合を振り絞って、まあ、しっかり練習に集中しました。まあ、後輩の車田と練習してるんですけど、まあ、彼もまあプロの駆け出しなんですけど、僕にずっとついて練習もしてるんで、これからどんどん強くなってくると思います。あ、疲れた。今日はもう体がガチガチで動けへんわ。動かんかったら距離感がおかしくなるから、クックってなるから、相手は操作できへんの。スパーリングして車田が僕の右のローキックをよくもらってて、へその避け方を教えてくださいっていうことなんで、まあ、一つだけ解説で、さっきはワンツー打ったら車田が後ろにこう傾くような感じでバックステップしてるから、蹴りに対してもう動けない、見え方もこういう状態から後ろ足が下がらない状態になるから簡単にもらう。でこれが蹴られて車田がすごい嫌だよ。でそれをもらわないためには、まず打った時にまずはこの状態で下がらない。でこの状態で蹴ったとしても、そう、腰引けるから、こうやっていける。これやったら引かれへん。これやったらこの分のストロークがあるから避けれるから、もしくはカット、そう、でそれで攻撃をしていく。打ち終わりに相手が打ってきたら絶対返していく。そう、返していく。でカットしたら返していく。でたださっきみたいに打って蹴られてそのまま何もせえへんかったら、どんどん相手のペースになってくるから、絶対に攻撃の終わりを打ち返す。そこを意識。余談なんですけど、さっきこういう風にしたと、これ蹴られるって言ってたんですけど、
こうなったらまずどうするかってなったら、この状態で打ったら体勢悪いって絶対やられちゃうんで、こうなったら体を入れ替える、入れ替えてストレート出してここに戻す、このポジションは絶対作る、作っておく。この状態で打ったら相手にストレートもらってますし、続いてるから遅い、それやったら自分が安全なポジションをしっかり作る、こうなったら作る、体も入れ替える、まあ、こういうのも試してみてください。以上です。皆さんどうもお疲れ様です。今ようやく家に帰ってきました。だいたい今時間がもう11時過ぎになります。もう今日の食事としては最後の夕飯に食べて終わりということで終わります。なぜかというと今日はねご飯3杯食べたからということで、いつもならまあこの時間帯にお餅にこうぐらい食べて、その後お風呂入って寝るっていう感じなんですけど、まあ今日のまとめとしてはやっぱ食事はやっぱ食べ過ぎは絶対に良くないということですね。よく朝昼晩って食べるっていうのがまあ基本ベースにはなってくるって言われてるんですけど、本当に食事は1日1食2食でいいぐらいかなと思ってます。でそれで間食を増やしていった方が絶対に体重の変動とかを抑えやすくできたり、急激に食べたいという欲求を起こさないことがやっぱできるんで、だから僕みたいに例えば餅、僕なら餅なんですけど、皆さんもいろいろ自分の中で探してもらって、それがアーモンドであったりおにぎりであったり何でもいいと思うんですけど、まあ、そういうものを使ってもらって選んでもらって、まあ、こまめにお腹減ってきたなと思ったら少し食べて、ちょっと血糖値の上昇させてあげて過ごしていくっていうところですね。あと、まあ、食事に関しては、まあ、今日はね野菜から食べるっていう感じではなかったんですけど、まあ、基本的に野菜とかスープから飲んで、でその後にメインディッシュを食べていくっていう、まあ、そういう形をとっていった方がいいのかなと思いますね。まあ、結局はね食事って食べる量も大切なんですけど、食べるタイミングがすごく大事になってくると思うんで、まあ、皆さんもよかったら実践してみてください。まあ、それとあとやっぱいかに空腹の時間、胃の中に何も入ってない状態を増やすか、僕で言ったら、まあ、夕方の6時から次の日の9時半まで基本的には食べないっていう、やっぱそういうスタイルをやってるんですけど、それはなかなかねやっぱお仕事とかされてて6時にご飯食べるっていうのは難しいと思うんですけど、なので、まあ、自分の中で例えば8時にご飯食べたら次の朝まではご飯を食べないとか、やっぱそういう風に、まあ、自分で自分のルールを作ってやっていくのがいいのかなと。あんまりね厳しくしすぎると長続きできなくて厳しくなってくるんで、まあゆるく細く長くやっていってもらったらいいかなと思います。まあ自分は、まあ、年末試合あるかないか別にして、もうやっぱ格闘家としては日々の準備っていう部分に関しては何も変わりはないんで、まあ、しっかり引き続きやっていきたいと思います。まあ今日は食事のルーティン動画という形で、まあ、一日を皆さんに見てもらいました。また皆さんのご要望がありましたらコメント欄で教えていただけたら、また動画上げさせてもらいたいと思います。本日はご視聴最後までありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ストラッサーキイチを年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。